岸田総理大臣が会見し一定の年収を超えると手取りが減る年収の壁の制度の見直しを行うと表明しました。106万円130万円の壁について手取りの逆転を生じさせない取り組みの支援などをまず導入し、さらに制度の見直しに取り組みます。また岸田総理は産後の一定期間に男女で育休を取得した場合の給付率を手取り10割に引き上げると述べました。さらに岸田総理は男性の育休取得率の政府目標を2025年度に 50%、 2030年度に 85% に大幅に引き上げる考えを示しました。その上で企業ごとの取り組み状況の開示を進めると述べました。